会長は結構モテる人ですし、私が知らないだけでそういう体だけの関係の、どうにかして会長こぼせば。ごめんなさい、乾かしますのでズボン脱いでください。やった、パンツ見えた。変態じゃない。から変態っぽいのよ。昨今はプレゼントにパンツを送り合うなんてこともあるそうですし、妙に意識せずさらっと聞けば答えてくれるはず。会長はどの紅茶がお気に入りですか？ダージリンとかウバとか。なるほど、爽やかなものがお好みですか。ちなみにパンツだと好きじゃないな。多少ゴテゴテしてるくらいが俺的には。え、パンツ、どういうこと？答えたらどうなんの？吐くのか？しのぎは俺の好きな黒のエロいやつ吐くのか？それで何教えてくれたりすんの？今日じゃない。いかに気持ち悪くないパンツリクエストをするかだ。ここで下手に黒パンとか言ってしまえば、おエロいこと。うちのパンツだ。エロさはないが、俺が選んだパンツをシノニアが履くという事実で十分ワクワクする。そうだな、ズボンみたいなピチピチのやつ、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 ピチピチのやつ。ボクサーパンツだわー。違うんだシノニア、今のはジョーク。本当は黒のパンティーが好きなんだ。